あーすごい。東は60メートル以上の断崖、そして大きく蛇行する仙台城外堀広瀬川、南は高さ80メートルの辰野口渓谷によって遮断、西は深い山林が続き、遠くは奥羽山脈へと伸びる。ここは自然の地形に守られた、まさに天然の要害である。